こんにちは、太郎です。今回はこれからの春夏ファッションで大活躍すること間違いなしのオーシバルのボーダーシャツをご紹介しようと思います。フレンチカジュアルファッションの本国であるフランスでの生産にこだわり抜かれて、もう数十年以上長きにわたって愛されている名作アイテムです。大変上質なアイテムですので、大人の方にこそおすすめしたいアイテムとなっております。それではね、具体的にご紹介していきたいと思います。さあ、ということで早速ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちらです。オーシバルのコットンロードフレンチバスクシャツでございます。はい、やはりボーダーのバスクシャツっていうのはトレンドに左右されず、もう長く愛され続けているアイテムですよね。今回このアイテムは、サイズ5を選んでおります。そしてカラーなんですけれども、実はですね、販売サイトによってはですね、結構表記が違ったりするんですよね。一応ですね、このタグに書いてあるのはエクリュマリンと書いてあります。エクリュっていうのは木なりのことを指しておりますね。ですので販売サイトによってはナチュラルって書いてあるたりするところもあったりします。ボーダーの線はですね、これ、ブラックなんですが、ネイビー寄りのブラックみたいな感じでございます。きなり、ナチュラル、エクリュ、まあそういった表記があるかなと思います。で、気になる価格なんですけれども、税込み 14,50 円となっております。はい、やはりやや高めですよね。正直カットソーに1万円かって思われるかもしれないんですけれども、今回このアイテムね、詳しく説明していけばこの価格にもね、納得していただけるかなと思います。それではね、具体的に説明していきたいと思います。さあ、まずアイテムの説明に移る前に、そもそもオーシバルっていうブランドは何ぞやっていう話になるんですけれども、オーシバルはですね、1939年にフランスのリヨンでスタートしたブランドですね。チャールズ・バルト氏という方が立ち上げたブランドでございます。オーシバルというブランドの名前はフランスの中部にある小さな村の名前から由来が来ているそうです。まあ、オーシバルって言ったりオーチバルって書いてあるところもあったりしますよね。はい、まあフランス語なんで、そういった表記がね、カタカナ表記分かれるところなのかと思いますが、まあオーシバルで今回統一したいと思います。で、そんなオーシバルの代表的なアイテムというのがこのバスクシャツ、マリンシャツなんですよね。1970年代にはフランスのね、海軍が制服にしてね、これもマリンシャツとして採用したことによって結構ね、知名度が広がったというふうにも言われていたりします。もうファッションに詳しい方からすればね、オーシバルね、なるほどって、もう冒頭の部分から理解いただけたかと思います。まあ、詳しくない方に向けて説明すると、もうボーダーシャツのね、名作を作っているところといえば、もうセントジェームズか、このオーシバルかぐらいのね、2台じゃないですかね。まあ、あとルミノアとかもありますかね。はい、まあその2台ぐらいかと僕は思っております。まあセントジェームズは以前着ていたことがあるんですが、僕はオーシバルのものは初めて購入しました。で、さっきから僕バスクシャツって呼んでますけども、これバスクシャツってなんだよって話ですよね。ロンティーじゃないのっていう風にね、思われる方いらっしゃると思うんですけれども、まあ確かにロンティーであることに変わりはないんですけれども、こういった特徴のあるシャツのことをバスクシャツと呼びます。バスクシャツはですね、スペインとフランスの間ぐらいの地域ですね、海辺の地域のことをバスク地方と呼ぶところがあるんですけれども、そこでルーツを持つものをバスクシャツと呼んでおります。で、アイテムの特徴というのは結構特徴的で、まずやはりボーダーであることですよね。そして首元がボートネックであること、この大変このね、開いておりますよね。この首元がボートネックになっていること、そしてですね、大変生地が厚手のコットン生地になっていることですね。そして袖がですね、実は普通のロンティーよりもちょっと短めなものが多いです。はい、そういった4つのね、特徴を持っているのはね、バスクシャツって一般的に見たりします。で、こういったバスクシャツって、こう海軍さんがね、こうパイプを加えてこういったボーダーシャツを着てみたいなね、写真とかイラストをね、イメージ浮かぶと思うんですけれども、元のルーツはというとですね、そういった海辺の町の人たちのこう船乗りさんとか、あと漁師さんが着ていた作業着にルーツがあるんですね。ですので、先ほどね、バスクシャツの特徴4つ挙げたと思うんですけれども、これ全てに、ね、理にかなった、作りだったんですよね。例えばこのボーダー柄っていうのは、海に、ね、こう落水したとしても発見しやすいように、目立ちやすいように、作られているというのがこのボーダーですし、ボートネックはなぜかというと、これね、首元
元が広いことによって濡れてもこう脱ぎやすい、着脱がしやすいっていう仕様のためにこのボートネックを採用してあります。あと袖がね少し短めというのも、漁の道具とかね針とか網とかいろいろ触ったりとかすると思いますが、そういったものが引っかかったりしてもねこう取れやすいように、短めに作ってあるというふうに言われております。あとね厚手の生地というのはもうやはり丈夫さですよね。やはり作業着ですので厚手に作ってあるということになります。ですのでこういったボーダーのバスクシャツって、まあ、今のね日本では結構おしゃれな丁寧な暮らししてそうな方とか、あのおしゃれなパン屋さんとかそういう方が着てるイメージあると思うんですけども、元をたどってみると言ってみれば作業着だし、その後海軍に採用されてるのでミリタリーウェアでもあるわけなんですよね。ですので大変機能的なアイテムだったんです。とはいえこういったボーダーのバスクシャツってもう今ではねカジュアルウェア、おしゃれ着としてめちゃくちゃ役立つアイテムになっておりますよね。でそういう流れを作ったのも、実はそのフランス人なんですけれども、どうでしょうこのねボーダーシャツって結構画家さんが着ているイメージありませんか。なんか筆を持ってペインターパンツ履いてこういったシャツ着てでベレー帽してるみたいな、そういうイメージあると思うんですけども、まさにその頃ですね、もともと作業着だったこういったアイテムを当時のファッショニスタとかセレブな人たちが南フランスのリゾート地にですねこういったものを持ち込んで聞いたところから文化人とか知識人とかそういったねこうカルチャーに精通する人たちの間で流行ったんですよね。画家や芸術家も同様でもうこういったアイテムをよく好んで着るようになったということですよね。ピカソなんかが愛していたというのも有名な話だと思います。そのような経緯もあってこう普段着としておしゃれ着として着るというのが、普通になっていったという形なんですね。それがボーダーのバスクシャツの歴史なんですよね。はい、といった感じでちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、オーシバルとは何ぞやとか、バスクシャツとは何ぞやとか、まあ、そういった経緯をねちょっと掘り下げてみました。はい、で今回ねオーシバルを選んだんですけれども、先ほど、オーシバルとセントジェームズかみたいな話をしたと思うんですが、最近はオーシバルがねかなり日本では流行っているように感じております。大学時代にですね僕一度、セントジェームズのそれこそカットソーを背伸びして買ってきていたことがあるんですけれども、どちらかというとここ数年はオーシバルの方が着ている人が多いように感じておりますし、いろんなショップで取り扱いがあるなという感じですよね。今回は僕はビューティー&ユースで購入してまいりました。だけどね、ニコ&でも別注が出てたりとか、B ショップとかそういったところでも取り扱いがあったりとか、かなりいろんなところで置いてあるイメージがあります。さあそれではねこのアイテムのディテールをご紹介していきたいと思います。まず着ちゃおうかな。はい、まず早速ね着てみようと思います。はい、着てみました。どうでしょうか。やはりね雰囲気ガラッと変わったと思います。まあ先ほどもねちょっと黒中心のコーディネートだっただけにですね、かなり雰囲気変わったんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうこのね印象的なこのボートネックの部分ですね、こう大変首が開いておりますので、かなりねリラックス感、こう気張らない感じというのがね出ると思います。でこのボートネックはまさに、セントジェームズとオーシバルと比べた時にこのオーシバルの方がボートネックのね開きが結構開いているアイテムが多いのかなという感じですね。かなり首元スッキリしたかと思います。はい、でサイズ感についてなんですけれども、インサート映像をご覧ください。今回ねサイズ5を選んでおります。まあね大体 L サイズ相当ぐらいにはなるはずなんですけれども、かなりですねジャストサイズよりというかスッキリしたシルエットのアイテムなんですよね。僕176センチでサイズ5を着用しているんですけれども、まず肩周りも大変スッキリしていますね。特にドロップショルダーとかオーバーサイズに着るということはなく、まあジャストサイズで着ていただいた方が僕はおすすめかなと思います。そして身幅もさほど広いわけではありません。はい、大変スッキリとしたシルエットになっていて、そして着丈はやや長めですね。まあ、長すぎるというほどではないですが、身幅に対してやや長めといった感じです。で先ほどの特徴に負けた袖なんですけれども、どうでしょうか、やや短めなんですよね。まあその嫌みすぎるほど短いということはないですね。クブ袖とか八分袖になるということはないんですが、若干短い印象になっているかと思います。デザインやシルエットは大変シンプルなんですが、左腕にはですねブランドのロゴオーシバルというねロゴがついております。そして前身頃の左下にはですね、刺繍、ブランドのねロゴの刺繍がついております。はい、ミツバチマークなんですよね。まあこれはね一説ではあるんですけれども、漁師さんたちが、出て行ってミツバチのようにこうね帰ってくるように、こう基礎本能がありますから、こう帰ってくるようにという願いを込められていたなんていう噂がありますが、こういったブランドのね刺繍というのが前身頃の下についております。でこういったボーダーシャツってめちゃくちゃいろんなカラーバリエーションがあるんですよね。このラインの色が何色かと、この下地のベースの色が何色かって、こうこれがいろんな組み合わせでカラーが展開しております。で、オーシバルのモデルにはラッセルっていうものとコットンロードっていうのがね、まあ2台みたいな感じの、まあ
メインモデルみたいな感じはあるんですけれども、僕はこのコットンロードの方がね、もう断然好きです。っていうか、もう僕はね、ボーダーシャツといえばこの生成りの色を着たいんですよ。もう僕はこれが一番好きです。はい。で、コットンロードにですね、このカラー展開があるので僕は購入しましたと。で、コットンロードと、ラッセル何が違うのかっていう話なんですが、ラッセル織りをされているものとこのコットンロード生地を使っているものっていうのの違いがあるんですね。コットンロード生地を使っているものは大変まあ丈夫で、そして、吸湿速乾性が大変高いものと言われております。で、このアイテムもメイドインフランスのアイテムとなっております。はい、なんかそういうアイテムを持つのでちょっと気分がいいなっていうのもありますよね。まあ、それはともかくとして、やはりフレンチカジュアルってフレンチシックっていう言葉があるように、こうシンプルでなんというかこう洗練された、削ぎ落としたおしゃれさみたいなものが結構イメージにあるかと思うんですけれども、まさにねこのアイテムもそういった表情のアイテムだなと思います。もう特にねこうオーバーサイズとかこうトレンドに寄せるということなく、こう長く愛せそうな、シルエット感、もうシンプルな作りになっているなという感じです。まあそのような面で見ると所有欲も満たしてくれるし、何よりですね大変丈夫なアイテムなんですよね、バスクシャツって。そもそもですね、首周りにこの首リブがついているということもないので、ここはビロビロとなっていくこともありません。生地も大変厚手になっております。で、今ですねまだ、購入して洗濯をしていないので、ちょっとね生地まだ固めなんですけれども、このボートネックのところもね張りがすごくパリッとある状況ですよね。これも洗濯していくうちに、ね、行われていくんですが、このね本当に一番の魅力だと思うのが、カットソー、こういったね T シャツのジャンルにしては珍しく経年変化が楽しめるアイテムなんですよね。はい、なかなか T シャツで育てるっていう概念ってねあんまないと思うんですけど、こういったバスクシャツはね経年変化も楽しめるんですよね。もうそこが一番の魅力だと思います。まあ仮に3年間着たとすれば1年間あたり3000円ぐらいですので、まあトータルで見たらそこまで高くないのかなと思います。まあ本当にね1万円って言われても納得のクオリティなんですよね。で、最後にコーディネートについてなんですけれども、やはりねこういったバスクシャツは元々のルーツがこうミリタリーウェアともですね、大変ルーツがね近いところでございますので、やはりこうカーゴパンツとかそういったミリタリーアイテムとの相性もすごくいいんですよね。上からミリタリージャケットを羽織っていただいてもいいと思います。まああとはねこう画家が愛していたというように、こうデニムとかペインターパンツとの相性なんかもねすごくいいと思います。こうジャスト丈のペインターパンツよりは結構大きめのものをロールアップしてブカッと生えてもいいかもしれないですね。まあ、ですのでこうワイドパンツなんかの相性もとてもいいと思います。もうトップスに関してはこのボーダーがねしっかりと個性出してくれているので、上からね大きめのシャツを1枚羽織ってボタンを開けている状態っていうだけでもね大変おしゃれだと思います。あとボトムスで言うとやっぱりチノパンとかね、そういったベージュのアイテムとの相性もいいですよね。こういったボーダーのバスクシャツとチノパンの相性っていうのもね本当無敵の定番の相性の良さですよね。まあ、ですのでもう言い出したらキリがないんですけど、このボーダーシャツとはもう何にでも合うと思います。上からデニムシャツとかデニムジャケットを合わせていただいてもいいと思いますし、はい、もういろんなファッション楽しんでいただけると思います。インナーとしても一枚着としても大変大人っぽくね洗練された雰囲気が出ると思いますので、ぜひぜひねこのオーシバルのカットソーねチェックしてみていただいてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はフランスメイドのオーシバルのですねボーダーのバスクシャツをご紹介させていただきました。もう数十年にわたって愛されているね名作アイテムですので、ぜひね一枚挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は以上となります。今後もですね20代から40代のメンズカジュアルファッションについての役立つ情報を発信していこうと思いますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。はい、では本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。